よいしょ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 。ヨウチャンネル始まるんだよな。はい、おつ今日もゆるりとぶらりとやっていくんでね、どうぞゆるりとお付き合いくださいませ。来ちゃったね。今日来たのはこちらでございます。今日来たのはこちら東京西の飲み屋街荻窪でございます。荻窪さんはね、たくさん無数の飲食店がありまして、飲み屋もありまして、なんつってもね、荻窪っつったらね、うめえラーメン屋が多いのよ。ラーメンの激戦区でございますよ。まあ、塩ラーメンだったら五稜郭さん、味噌ラーメンだったら味噌古福さん、醤油ラーメンだったら春木屋さん、二郎系だったら二郎荻窪店さんとね、ラーメン屋めちゃくちゃうめえ店が多いんですよ。激戦区でございまして、ただね、家系の名店がなかなかないのよ、荻窪っつったら。ただね、数ヶ月前に超新鮮の家系の名店、うめえ店ができたということで、その情報入りまして、今日はそちらにね、向かいたいと思いますね。荻窪にさ、そんな家系のね、うめえ店ができたら、もう全部のピース揃っちゃうよ、それ。それどうなのって。そんな土地今まであったって。なかなかないよ、そんな土地。もう全部あんだからって。塩あって、味噌あって、醤油あって、二郎あって。家系のピース揃ったら、もう5ピース全部揃っちゃう。もう喋りすぎだ。うるせえ。今日来たのはこちらでございます。麺屋龍と書いて龍と読む、こちら荻窪の新店でございます。いざ入店。こちら食券制でございまして、こちら特製ラーメンからラーメン、チャーシュー麺で、レディース麺もあると、あら優しい。でこちらがトッピングでございますね。本日は特製ラーメンの並み、こちらにライス食べ放題、こちらもオーダーで、すいません、はい、お願いします。はい、お好みどうされますか。固めで、お願いします。あ、ここにさらに追加したんですね。あ、ついね、これ。よいしょよいしょよいしょ。これ何キロぐらいですか。これ5キロです。さっき5キロいたんです。おーい、ありがとうございます。いただきます。よいしょ、来ました。こちらメイヤー亮さんの特製琥珀色のスープに散りばめられた主翼のトッピング、もちろんライスもオーダーで、細切れチャーシューがありがてや。まずはこちらね、スープ一口いただきましょう。うわー、チーズが輝いちゃってる。まずは一口ごくり、荻窪家系未開の地、花咲くか大満開、桜は散っても咲き誇る、荻窪の地に咲き誇る。ダメだ、様子見じゃ終わらねえのがこのスープ。豚骨まろやか、舌で踊る、醤油の切れは喉を切り裂く豚骨醤油。あら、小松菜とほうれん草もぴっちゃんこで嬉しそう。引っ張り出したスモーキーももちゃ、ちょいと待ってて、あ、お利口さんに濃厚スープ安定の堺製麺、天空仕上げずーっと。そういや、大将と話してたら同級生ってことが発覚しまして、あらやだ、これ親近感湧いちゃうじゃない、シンパシー。仲良くなっていろいろ話してたら、私今年35の辰年でございまして、辰年に生まれたもんで、親が下の名前を龍になりと書いて辰也と名付けられたんですが、こちらの大将も辰年にちなんで龍と書いて龍と読む名前みたいでございます。親のつけた名前を看板に、それがでかくなれやそんな嬉しいことはねって笑ってた。シンパシーに次ぐシンパシー、このまま飲みでも生きてもんだずーっと。しかも中野が地元って言ってたな、俺住んでたよ。どこまでも縁を感じるね、濃いスープがより濃く深く感じるね。 OK、ブーストおろしニンニクに、うまそうな醤油だれに漬け込まれた極みニンニク、当たり前だ、いっちまおう、ドッパー、脳汁洪水警報発令。辛味もちょこっと、この店の三種の神器、心ゆくまでせり上げる、絡める背徳の円を描く家系観覧車、頂上でニンニク絡まるディープキス、五臓六腑染み渡る。うん、めえや、こいつは労働者の一杯。直角行落下式ブレーンバスター、スープに沈み込んで極のスープと内臓のスイミング、芸術点ゼロの背徳点満点ゾーゾッと。
忘れちゃならねえニコイチライス100円でおかわりし放題なのよ。最初の一杯には細切れチャーシューついてくる。缶無料、顔面おだ無糖。クオレチョレプ大解放、半熟卵もいい熟加減、桃茶も小松菜もほうれん草もネギも海苔もうめえスープに絡まって輝きを増す。いい指導者あってプレイヤーってのは輝きを増す。まさに WBC 日本代表。今来ました。この店の大将は東京家系の名店を渡り歩き修行を積まれ独立。こっちみんな武道家軌道や、こっちみんな箸が止まりゃしねってんなよ。俺一粒残らず平らげる。あ、ライスお金もらっていいですか。ありがとうございます。大根もみか、あ、大盛りで。あ、いや、大盛りで。はい。いや、特盛りにしようか迷ったんですけど。こちら追加オーダーの大ライス。そしてね、隣のあんちゃんご夫婦が教えてくれたこのうま辛。このうま辛をね、米にドボンすると言っちゃうと。お兄さん、結構な量いってます？これスプーン一杯ぐらい。あ、いっぱい。あ、いや、もう2杯いっちゃってる俺。ちょっと聞くの遅かったですね。ほんでここに極みニンニクをこちらローリングしてかける。くー、美しいね、輝いてるねこれ。ここにマヨネーズをトゥル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 リと。ほんでここにごまをちょいとパラリとね。あらららら、やりすぎだお前。おー、あらあら、これ背徳の化け物でございます。炭水化物の化け物だ俺。すげえこれ。おお、おお、あー、ぶん殴られるねこれは。しみしみのこの海苔もそのままライスの上へどぶりと。もう全体的にギラついちゃって、ギンギラすぎちゃってどうしようもねえんだ。それの玉座、中心玉座に残しておいた味玉。はれ。じゃあこのスープに合うね。やっぱうま辛自体はめっちゃ合うですねこのスープ。入れすぎに強いです、ね、ラストは水をごくごくりと。はい、ごちそうさん。ごちそうです。あれじゃあ、いやー、出揃っちゃった。荻窪に資格なし、中央線沿線ご利用の方は皆さんで荻窪立ち寄ってください。荻窪はね、うめえラーメン屋がいっぱいあります。そして中央から来られた方、荻窪に1週間滞在してみてください。いろんなラーメン屋さん巡って、すごいんだ、電車がすごいんだ、すごいビュービュー、電車も来る、すごいわ。